今日も帰れなさそう。え、また友達がおるしようって言うんだもん。文句あるの？結婚式あげてから一度も帰ってきてないよね。まだ1週間でしょ。みんなが祝いたいって言ってくれてんの。オールじゃなきゃダメなのかな。ダメ、友達切れていたいの。そうじゃないけど、二人の時間が全くないじゃないか。私昼には帰ってきてるんですけど。昼は俺が仕事でいないだろ。それは誠の都合じゃん。仕事と遊びを一緒にしないでくれよ。さっきからうるさいな。ことぶき退社してやっと自由になったんだから、ちょっとくらい遊ばせてよ。遊ぶのは構わないんだって。でもオールはなんていうか男性とかいないんだよね。浮気を疑ってるわけ？いやそうじゃないよ。ただ美冬は可愛いから狙われやすいんじゃないかと心配で。ああ、そういうことね。大丈夫、私はある条件を満たす人しか興味ないから。条件を満たす人、初めて聞いたな。内緒だよ。俺は満たしてるの？そりゃもちろん、じゃないと結婚しないっつーの。美冬とは半年しか付き合わないで結婚したから、まだ知らないことがたくさんあるな。そうね、それを知るためにもやっぱ時間が欲しいよ。旅行にだって行きたいし。ふん、なんか返事がそっけないね。別に沢尻かな。ツッコミがジジイっぽいからやめな。ごめん。ま、38歳ってジジイか。結婚前よりトゲトゲしいね。半年で私の何がわかるの？元からこんなもんよ。いや全然優しかったよ。俺の親父ギャグに笑ってくれてただろ。忘れたわ。何かあったわけじゃないの？しつこいな。友達と遊んでるって言ってるじゃん。返信できる時に返信してくれたらいいよ。通知がうざいから、見るだけでため息出るから。そういうものなんだ。昼には帰るから、それまで黙っててよ。昼は俺がいないってば。だから何なの？別にいてほしいとか思ってないから安心してくれる？反抗期みたいだな。28で反抗期来るわけないだろ。ジジイほんとうざ。これって夫婦喧嘩なのか？もう LINE してこないで。これ以上したらブロックするから。なんか夫婦喧嘩と違うような。俺は誠、38歳で会社を営んでいます。つい1週間前に妻の美冬と籍を入れて結婚をしました。彼女とは合コンで知り合い、意気投合してすぐにお付き合いを開始。明るく気も使える素敵な女性だったのですが、ここ1週間はまるで別人のようです。結婚相手に選ぶ前提として、お金目当てで近寄ってくる女性は嫌だなぁと思っていたのですが、美冬はそんな様子もありませんでした。結婚式は安いものでいいし、婚約指輪を買う時も愛さえあれば高いものはいらないと言ってくれました。なので社長の座とかは関係なしに、俺のことを好きでいてくれていると思っていたのですが、それは大きな間違いでした。2週間後。なんだ、帰ってきたのに誠いないじゃん。おかえり。珍しいね、夜帰ってくるの。帰ってきちゃ悪い？いやそうじゃないよ、あれからずっと会ってないからもう帰ってこないのかと思った。どうしてあんたいないの？もしかして浮気？いや違うよ、残業。社長って残業するものなの？しないでしょ。嘘ついてる。普通にするよ。私が帰ってこないと思って油断して女と出かけてるんでしょ。どうしてそうなるんだよ。じゃあ今すぐ帰ってきて。無理だよ、今やってる仕事今日終わらせたいんだ。そんな言い訳私に通用すると思ってる？わかった、帰るよ。もういい、顔も見たくないから帰ってこないで。え？あんたとはもう離婚よ。さすがに冗談だよな。冗談でこんなこと言うと思う？あんたには呆れた。俺たちまだ結婚して1ヶ月も経ってないんだけど。浮気するようなやつとは即離婚してやるわよ。だから浮気してないって。なんなら今社内にいる写真撮って送ろうか？取りためてたの送るんじゃないの？じゃあ今日の日付を書いた紙を持って撮るよ。それでいいだろう。今日の日付を書いた紙でも違う日に撮った写真かもしれないでしょ。じゃあ美冬の好きな言葉を紙に書いて撮るよ。それなら大丈夫だろう。もういいって言ってんでしょ。ここまで言ってるのにどうして信じてくれないんだ。あんたがしょうもない男だからよ。離婚届書いて置いておくから。出ていくのか？これでさようならよ。意味がわからないよ。浮気の慰謝料ちゃんと支払いなさいよ。してないのに。してない証拠がない。いいからお金ちゃんと用意して、財産分与のことも忘れないでよね。こんなのってあんまりだ。数日後。なるほど、美冬が浮気してたんだな。は？更新所に頼んで調べてもらったよ。結婚前提に付き合っている彼氏がいるんだって。ああバレちゃったか。まあ別にいいけど。開き直りすぎじゃないか。謝罪でもしてほしいの？はーい、ごめんなさいでした。ふざけてるな。もう離婚するんだからいいんじゃないの？慰謝料だって払ってあげるわよ。だったら
どうして俺と結婚したんだ？冷めたというよりは最初から好きじゃなかったんだろ。当たり前じゃん。あんたなんか金としか見てないわよ。ならもっと結婚式を豪華にしたり、高価な指輪を買ってもらうとかせがんでくるはずだろ。そりゃ財産分与で半分もらえるんだから余計な出費は必要ないよ。え？これは最初から私の作戦だったの。とりあえずあんたと結婚して夫婦関係になる。それですぐ離婚すれば罰はついちゃうけど、財産分与でガッポガッポお金が入るわ。結局金目当てってことか。してやられたな。騙される方が悪いんだからね。ま、罰がつくくらいのものだ。何言ってんの？お金も取られるんだよ。分かってる？どういうこと？だから財産半分こするでしょ。慰謝料は財産分与から引いといてよ。それでも5000万はあるよね。いや、5000円くらいじゃないかな。は？あんた舐めてるの？多分美冬は財産分与について勘違いしてるんだと思う。何が？ただ単に俺の金が半分もらえるってシステムだと思ってる。当たり前でしょ。違うよ。俺たちが夫婦になってから協力して蓄積した財産を分けること、財産分与って言うんだよ。え、夫婦になってから稼いだ額ってこと？そう。5000円しかないの？まだ今月のお給料入ってないし、気まぐれで買って当選した宝くじ1万円を分けるくらいじゃないか。嘘でしょ。離婚を宣言するの早すぎたね。もう少し待てば今月分の給料半分くらいなら受け取れたかもしれないのに。ああ、もう台無し。5000万もらえると思って仕事まで辞めたのに、5000円で何ができるって言うのよ。でも慰謝料はなくならないからしっかり払ってもらうよ。マジ？そりゃそうだ。じゃあケンちゃんになんとか言って代わりに払ってもらうわ。ケンちゃんって浮気相手か？私にとっては本命だけどね。残念だけど彼にとっては美冬は本命じゃないっぽいぞ。は？どういうこと？更新所は浮気相手の身元まで調べてくれるんだけど、どうやらケンちゃんとやらは結婚して離婚するのを繰り返しているらしい。え？初婚だって言ってたわよ。いや、これは確かな情報だよ。1年の間で5回もやってるね。どうしてそんなことするの？彼は結婚詐欺師なんだよ。嘘よ。私のこと愛してるって言ったもん。だから私はケンちゃんに貢いでた。そうよ。あんたから最初にもらった生活費はほぼケンちゃんに使ってやったわ。そしたらケンちゃん私のこと金持ちだと思い込んで。なるほど。お金持ちだと思い込んだから美冬をターゲットにしたのか。ターゲット？ケンちゃんとやらは美冬と全く同じことをしているんだよ。財産分与のために結婚と離婚を繰り返してるってわけ？でもそれじゃ私みたいに5000円くらいしかもらえないんじゃないの？多分彼のやり方はちょっと違うんだろうな。とにかく美冬は騙されてたんだよ。そんなの嘘。100日経ったら結婚しようって未来のこともたくさん話してたし。俺も美冬と未来のことをたくさん話したけど詐欺だったよ。私と同じ手口なのにまんまと騙されちゃったの？ちなみにケンちゃんは偽名だってさ。信じられない。ケンちゃんに聞いてみる。どうぞ。今 LINE 送ったわ。絶対あんたのザレ言よ。私を騙すためにデタラメ言ってるんでしょ。そう夢見てたらいいんじゃないかな。おかしいわね。いつもすぐ既読がつくのに。何時間待っても返事は返ってこないと思うよ。きっとテレビでも見てて連絡に気づいてないだけよ。いい加減現実を見たらどう？やだ、そんなの嫌よ。自分が人にしたことは返ってくるって言うけど本当にそうなんだね。え、何これ？ん？ケンちゃんの LINE が消えた。お、ケンちゃんが退出しまったって出てるんだけど、これ消したってことだよね？名前もメンバーがいませんになってるし。そうだね。完全に詐欺じゃん。やられた、クソが。自分も同じことしてるの分かってるか？私のは詐欺じゃない。初めてしたんだもん。初めてだから詐欺じゃないってのは何の理屈にもならないな。うるさいわね。ま、1ヶ月で分かられてよかったよ。とりあえず慰謝料と生活費として渡したお金返してね。全部使っちゃった。生活費は3ヶ月分として100万渡してたんだけど全部貢いだ。ずいぶん散財したね。あんたが100万も渡すからいけないんでしょ。金銭感覚どうかしてるのよ。浮気の慰謝料200万と使った100万よろしくお願いします。慰謝料200万？やり方がえげつないからね。それくらいは取れるって弁護士さんが。あんまりよ。君だってあんまりにもふざけてるよ。自業自得なんだから反省しなさい。私に騙されてたくせに。バカ。後日談。彼女が言う通り騙された僕はバカだったと思います。弁護士に話しましたが
実際に結婚をしていることから結婚詐欺だと認めるのは難しいらしく、慰謝料と賠償請求をして終わりました。本当は再婚がしたいですが、今回のことがトラウマになってしまったので、しばらくは社長として仕事に専念していきたいと思います。